花道の奥には十両の力士たちが徐々にこの姿を見せ始めています。十両最後の取組の会心山、失礼、十両の土俵入り前の取組の会心山と十和の山が今土俵の下に控えます。十両の土俵入り前まで残り3番です。長崎県大村出身出羽海部屋東方松剛、高知県高知出身明ヶ崎部屋。いかにも若い親方のアイデアというか、そうね、まあ、時代は変わりましたね。うん、まあ、私らの頃はそんなことは考えたこともなかったですね。あ、ただやはりこの心を落ち着かせて、そういうこの音楽を聴きながらですね、やっぱり自分の一日の生活、そして自分の相撲、そういうことをこう振り返る時間というのはどうですかね。これからかなり大切な要素になってくる可能性もありますね。まあ、そういう要素必要だと思いますよね。そういうこともですね。まあ、大野松部屋ではそういう時間を寝る前に設ける。で、武蔵川部屋では稽古が終わった直後に、まあ、尊敬しながらみんなで集中して設けると。どっかで必ずそういう時間というのを持つ時間というか、そういう部屋もこれから増えてくるかもしれませんね。はい、そう思いますね。十両の土俵入り前の一番です。友綱部屋の海心山、出羽海部屋の十和の山です。4勝1敗同士の対戦。押し出しました。十和の山の勝ちです。とにかく前に前に圧力をかけました十和の山。まあ、なかなかね、力ありますよね。ありますね。もう身をね、少し入ったらそれをね、前に前に出ながらね、とうとう差し勝ちして寄ってしまいましたね。そうですね、なかなか強いですね。5勝目を挙げています。ここまでの放送は